サッカー日本代表の長友選手が小池知事を表敬訪問しました。長友選手のブラボーな活躍を小池知事が称えました。長友優斗選手は所属する FC 東京の川岸社長とともに小池知事のもとを訪れ、ワールドカップでの活躍を報告しました。戦っていたカタールの地まで東京とそして日本からのこの熱い熱というものが伝わって僕らも。 魂込めて最後まで戦うことができました、えー、これからも日本サッカーを盛り上げていくために自分自身も頑張っていきますので、えー、日本代表だったり、えー、FC 東京も含め、えー、応援の方よろしくお願いします今年の旅行語大賞になんでブラボーが入らなかったのか、えー、追加でぜひとも今からでも加えてほしいと思うぐらいあのブラボーはみんな 日本の多くの国民がですね、心の中で叫んだ言葉だったと思います。FC 東京の一員として頑張っていただいていることを、東京都民、みんな嬉しく思っております。そして、面会後の記念撮影では、2人で声を合わせて。